どうも皆さん、おはこんばんにちは、麻生です。本日も背泳ぎの練習頑張っていきましょう。今日はいよいよ背泳ぎのプッシュについてのドリル練習になっていきます。今回も魚マン先生に教えていただいたドリル練習を僕が現場ベースで仕事をしていきながら、まあ、少し解釈を加えた内容となっておりますので、ストロークの後半動作一緒に頑張っていきましょう。今日やっていただくドリル練習はこちらになります。前回まで使っていた1回のキックで体を方向転換するというものを使っていきながら、手はプッシュの練習のみを繰り返していく練習になります。肘を90度ぐらい曲げたところから足の方に向かって水を押していきます。その際キックは極力1回で体を反転させるようにできればベストなんですけれども、こちらも前回同様いきなりワンキックで体を回していきながら手のタイミングと合わせて動作をしていくというのは少しハードルが高いと感じる方もいらっしゃるかと思いますので、そういった方はこちらの映像のようにキックの数は気にせずたくさん蹴ってもらって、手の練習にだけフォーカスして行っていくのがいいかなと思います。両手でいきなりね交互にやるのが難しいという方はこちらの映像のように片腕のみを反復して行っていくというのを、まずは右の手と左の手とそれぞれできるようにしていきましょう。まず手の動作についてポイントなんですけれども、プッシュをし終わった手は極力自分の足に沿うような形で押し終わるように心がけていきましょう。これが手と足の間が隙間が大きく空いてしまうと、まあ、後ろに向かって水を運びきれないということが発生してしまいますので、ここを注意していきましょう。僕も実はここ魚マンさんにね直した方がいいよって言われて、意図的に足の方に沿うようにプッシュ動作をするように最近は練習しています。アングルを変えてポイントの2つ目です。プッシュをしようと通っていく手は極力体の前側を通すようにしていきましょう。背泳ぎが苦手な方というのは基本的に背中側で腕を回しがちです。背中側で腕を回しても、まあ、力が入りにくかったり、まあ、推進力を作るポーズというのが作りにくかったり、まあ、頑張ってる感覚にはすごいなりやすいんですけど、まあ、実のところそこまで進まないということがよくありがちなので、こちらの手がですねしっかりと自分の胴体より前側を通るように練習してみてください。さらにアングルを変えてみせるとこういう感じになります。いかがでしょうか、まあ、ちょっと僕の足と被ってしまっているのがたまに傷という感じなんですけれども、この押そうとするときにですね、この自分の体のラインより後ろ側にこう肘を引かないようにするっていうのが、まあ、一個重要なポイントかなというふうに思います。押そうとする手は、まあ、お腹の高さぐらいのところを通っていってるっていうのがこちらの映像からご覧いただいてわかるでしょうか。背泳ぎをする際にしっかりと最後までストロークでね水を運んでいきたいという方は、まあ、極力体の後ろ側はかかずにできるだけ体の真横もしくは前側をストロークしていくように心がけて練習してみてください。いけそうであれば冒頭でも説明しました通り、ワンキックで体を反転させながら左右の手を交互にプッシュ動作練習してみてください。足はできれば沈まないに越したことはないんですけれども、まあ、そこまで沈むことや蹴り幅が大きくなってしまうことは、まあ、最初の段階ではそこまで気にしなくてもいいかなと思います。いけそうであれば少しずつ蹴り幅をね小さくできるようにしていけたらいいかなと思います。まあ、僕自身もご覧いただいて分かる通りかなり足の蹴り幅大きくなってしまっていますね。練習します。そこから先はまずは両手でいきなりストローク動作をするのではなく、片手背泳ぎでしっかりと確認していくようにしましょう。まずはね片腕で自分のやりたい動きというのがしっかりとできているかというのを確認してから、実際に両手で背泳ぎをして自分のやりたい動きがしっかりとできているのか、まずはゆっくりとしたスピードから確認をしていくようにしてください。いきなりダッシュでやらないようにだけ気をつけてください。いかがでしたでしょうか。まあ、僕自身撮影してきた映像を見返してみても、まあ、もうちょっと体の前側でストロークしてもいいかなというふうに感じたので、まあ、そこに関してはおいおい修正していければいいかなと思います。いかがでしたでしょうか。背泳ぎ
仰向けになる種目がねちょっとネガティ意識強い方多いので、まあ、少しでもねそういった方々の苦手克服につながればいいかなと考えております。最後までご視聴くださった方本当にありがとうございました。さかなまんさんチャンネルの方にもぜひ遊びに行ってくださいね。ではまた次のエピソードでお会いいたしましょう。失礼つかまつります。ごめん。